サハラ砂漠。サハラ砂漠は、アフリカ大陸北部にある砂漠で、氷雪気候の南極を除くと、世界最大の砂漠である。南北1 7 0 0トルにわたり面積は、約1 0 0 0 0トルであり、アフリカ大陸の3分の1近くを占め、アメリカ合衆国とほぼ同じ面積。サハラ。サハラアウトは、元来、アラビア語で、砂漠、荒野を意味する。 一般名詞だが、特に北アフリカなどでは日常的にサハラ砂漠を指すことから、そのまま固有名詞としてヨーロッパの言語に定着した。アラビア語で明示的にサハラ砂漠を指すときには、アイコールサハラウルイコールクブラー、最大なる砂漠などと呼んでいる。このように名称自体に砂漠の意味を含むことから、 英語やフランス語では砂漠を意味する語は添えず単にと呼ぶのが正式である。日本語では汎用的にサハラ砂漠と呼び習わしている。つまり、重言である。大海原にたとえ英語圏ではとも呼ばれる。サハラ砂漠全体の人口は約に500万人であり、そのほとんどはモーリタニア、モロッコ、アルジェリアに住む。サハラ砂漠内で最大の都市は、 モーリタニアの首都ヌアクショットである。その他、重要な都市としては、ヌアディブー、タマンラセト、アガデズ、セブハ、インサラーが挙げられる。サハラ砂漠は、西端で大西洋に接し、北端ではアトラス山脈及び地中海に接する。東側はエジプトと航海に面し、スーダンとニジェール側を南の境とする。サハラ砂漠の中は、 西サハラを含むいくつかの地域に分割される。サハラ砂漠は標高300メートル程度の大地が広がり、中央部にはホガール山地、アルジェリア南部、アイル山地、ニジェール北部、ティベスティ山地、チャド北部がある。サハラ砂漠の最高点はティベスティ山地のエミクウシ山3415メートルである。サハラ砂漠の約70%は歴砂漠で、 残りが砂砂漠と山岳岩石砂漠である。サハラ砂漠はアフリカ大陸を北アフリカとサブサハラ、サハライナンに分割している。二つの地域は気候の上でも文化の上でも大幅に異なっている。サハラ砂漠より北は地中海性気候であるのに対し砂漠の中は砂漠気候 BWH である。一方砂漠の南端は ステップ気候帯に隣接している。サハラの南部限界は年150ミリメートルの降水量線に相当している。サハラ砂漠の生因はハドレー循環による北緯20度から30度にかけての亜熱帯高圧帯の直下に位置し、一年中アゾレス高気圧に覆われることによって降雨が起こらないことである。インドや中国南部のようにこの井戸にあっても地形の関係で 大量の降雨がある地域もあるが、サハラ砂漠はアジアのヒマラヤ山脈のような広域気象に影響を与えるような大山脈が存在せず、北のアトラス山脈を除いてはほぼ平坦な地形であることから井戸がそのまま乾燥度に関係し広大な砂漠を形成している。しかし、亜熱帯高圧帯は地球全体の気象の変化によって数千年単位で北上なんかを繰り返すため、 過去にはサハラは何度も湿潤地帯となったことがあった。サハラはさほど鉱物資源の多い地域ではないが、それでもいくつかの大規模鉱山が存在する。サハラで最も豊富で価値のある資源は石油である。特に砂漠北部のアルジェリアとリビアには豊富な石油と天然ガスが埋蔵されており、アルジェリアのハシメサウド油田やハシルメルガス田、リビアのゼルテン油田、サリール油田、 アマル油田などの巨大油田が開発され、両国の経済を支えている。また、モロッコと西サハラには、ン産塩が埋蔵されている。西サハラのブーカラーで採掘される、ン鉱石は、全長約9 0トル以上のベルトコンベアーで、首都アイウンまで運ばれ、船に積み込まれる。この採掘は、全域が砂漠の西サハラにおいて、最大の産業となっている。このか。 砂漠西部のモーリタニア北部、ズエラットには巨大な鉄鉱床が存在し、ここで採掘される鉄鉱石は近年大西洋を沖合にて石油が発見されるまで、モーリタニア経済の柱となってきた。また、砂漠中央部、ニジェール領、アーリットには、ウランの交渉があり、アクータ鉱山とアーリット鉱山の二つの鉱山が開発されて、 他に見るべき産物のないニジェール経済の牽引者となってきた。また、北東部のリビア砂漠においては、リビアングラスという天然ガラスが埋蔵され、古代エジプト時代より宝石として珍重されてきた。また、サハラ北部には、砂漠のバラが多数存在し、土産物となっている。歴史上においては、サハラで最も貴重な鉱物は塩であった。年頃、 現在の周りの最北端にタガザ沿行が開かれ、サハラ公益の最重要拠点の一つとなり、ここをめぐって、モロッコのサード長がタガザの支配権を握っていた、損害帝国を滅ぼしている。タガザ沿行はこの頃には枯渇していたが、その160キロメートル南にあるタウデニの沿行が、変わって開か、現在でも重要な塩の産地となっている。タウデニから南のトンブクトゥまでは、 現在でもラクダのキャラバンによって塩の板が運ばれてゆく。サハラにおいて最も希少な資源は水であるが、サハラは数千年前までは湿潤な土地であり、その頃に蓄積された化石水が地底奥深くに眠っている。それに目をつけたのがリビアのカダフィ大佐であり、1984年にリビア大人口河川計画を発表した。これは フェザーンやキレナイカ南部の化石水を組み上げて、トリポリやベンガジといった海岸部の都市に供給するものであり、計画は一部完成して九百九十三年にはベンガジに、九百九十六年にはトリポリに送水が開始された。しかし、この化石水は現在の気候条件下では再生不可能なものであり、使用しきってしまえば一瞬にして無用の長物と化すため、 浪費であるとの批判もある。また、地下帯水槽の枯渇によって、リビア南部のオアシスに、重大な影響が出る恐れがあるなど、環境破壊の観点からも批判がある。サハラ砂漠は、エジプト、チュニジア、リビア、アルジェリア、モロッコ、西サハラ、モーリタニア、マリ、ニジェール、チャド、スーダンに及ぶ。砂漠地形は、風と季節雨が形成する。砂丘、砂平原、 砂海、エルグ、岩石高地、浜田、出来平原、レグ、枯れ谷、ワディ、塩類平原、シャットなどがある。エルグは砂丘が連なる光景で、サハラ砂漠といえばまず連想される光景ではあるが、エルグは砂漠全体の14%に過ぎず、多くは大地上の岩石砂漠である。深く切り裂かれた山地や山脈、火山などの高まりも見られる。 サハラ砂漠で最高峰は北部チャドのティベスティス山地に位置するエミクウシ山標高3415メートルの火山である。サハラの西部モーリタニアの中央部にはリシャット構造と呼ばれる巨大な環状構造地形が存在する。これは長年の風化と侵食によって柔らかい岩石の部分が削られてできたもので同心円状の山地が50キロメートルにわたって続き、 その得意な形状から、サハラの目とも呼ばれる。サハラ中央部、茶道北部には、ボディレ定地と呼ばれる広大な定地がある。この定地は、ガザールワディによって、南の茶ど湖と繋がっており、過去の湿潤期には、茶ど湖方面から流れ込んでき水によって大きな、湖となっていた。8000年前の最湿潤期には、茶ど湖と一体化した大茶ど湖の一部となったこともある。 その頃に溜まったシルトや砂によって、現在は一面の砂丘地帯となってり、サハラから近隣地域にまで拡散する膨大な砂塵は、その多くがボデレテ地から運ばれたものとされる。また、サハラで最も低い土地は、サハラ北東部、エジプト西部にあるカッターラ定地、標高マイナス133メートルである。サハラからは季節によって、周辺地域に風が吹き込む。 冬にギニア湾や大西洋岸に向けて吹き込む風はハルマッタンと呼ばれ熱風ではなくむしろ涼しい風であるが極めて乾燥しておりこの地方に寒気をもたらす夏に北のリビア方面に吹き込む風はギブリと呼ばれ熱く乾いているこの風がイタリアにまで到達するとシロッコと呼ばれるようになるが魔の地中海で水分を吸収するため湿った風となる春に サハラからリビアやエジプトに向けて吹き込む熱く乾いた風はハムシンと呼ばれる。いずれの風もボデレ定地を中心としたエルングから巻き上げられた砂塵を大量に含むため周辺地域に大量の砂塵を降らせ市民生活に多大な支障をもたらす。この砂塵はさらに海を越えヨーロッパや北アメリカ、南アメリカといった他の大陸にまで到達する。巻き上げられる砂塵の量は 年間20億から30億トンにもなり、2月から4月にかけてはカリブ海や南アメリカ大陸に、6月から10月にかけてはフロリダ州などに降り注ぐ。この砂塵は黄砂のように様々な害をもたらす一方、アマゾンタ体雨林に必要な栄養素を補給するなどの役目も果たしている。ナイル川を例外として、ほとんどの河川は季節的か間欠的に見られる。 地下水が地表に現れオアシスを形成する。サハラ砂漠中央部は極度に乾燥しており、植生はほとんどない。砂漠の端で産地から水の供給のあるところでは草、干木、高木が生えている。かつて湿潤だった頃の名残として、ニジェール中部のテネレ砂漠にテネレの木と呼ばれるアカシア生えており、世界で最も孤立したところにある木として知られていたが、 1973年に倒されてしまった。南部のサッヘルとの境界は、気象学的に年間降水量150ミリメートルの線である。サハラの先住民は、西部全体に居住する白人系のベルベル人と、テュベスティ山脈周辺に居住する黒人系のテダ人、トゥブ人である。これに、6世紀以降東からやってきたアラブ人と、 アラブ人とベルベル人の両方の祖先を持ちイスラム化されたムーア人がいる。ムーア人は西方のモーリタニア周辺を中心に居住する。サハラの伝統的産業はオアシスでの農業という木である。フォガラと呼ばれる地下水路によって水をオアシスまで引き込むことも多く行われる。オアシスで栽培されるものはナツメヤシが中心である。サハラ一帯は 関心よ、1万年前引く現在以降は湿潤と乾燥を繰り返してきた。2万年前から1万2千年前は、サハラ砂漠が最も拡大した時期で、現在のサヘル地帯のほとんどがサハラ砂漠にのみまれていた。その後最終表記の終焉とともにサハラは湿潤化を開始し、およそ8千年前に最も湿潤な時期を迎えた。この時期の砂漠は、 アトラス山無薬直下の一部にまで縮小し、サハラのほとんどはサバンナやステップとなり、森林も誕生した。7500年前に一時乾燥化したがすぐに回復し、5000年前までの期間は湿潤な気候が続いた。その後徐々に乾燥化が始まり、以来現在に至るまでは乾燥した気候が続いている。5000年前と比べると、砂漠の南限は 1000km も南下している。 乾燥化は歴史時代を通じて進行しており、砂漠の南下も進行中である。20世紀以降では1915年頃以降降水量は増加したが、1920年代以降、現在までは降水量は減少傾向にある。1960年代以降、サハラ地域を含めアフリカでは人口爆発が続いている。食料増産、生活のため、 焼き綿農業、花放木、干木の角の伐採が行われ、生態系が破壊される悪循環が繰り返されている。1968年から1973年にかけて、サハラ一帯にに500万人が被災した大規模な干ばつが発生した。なお、これを契機として、1977年に国連砂漠化防止会議、アンカットが開催された。 しかし1983年から1984年にかけ再び大干ばつが発生した。モザンビーク、アンゴラ、スーダン、チャド、エチオピアでは干ばつに加え正常不安定もあり、飢餓で多数の死者を出した。人口爆発、干ばつにより砂漠化は急速に進行し始めた。貧困、気候変動も密接に関連しているため、 決定的な解決策は存在しないに等しい。現在でもサハラ南縁部は世界で最も砂漠化が進行している地域で毎年約6万キロメートルのスピードで砂漠の面積が増加し続けている。国連環境計画、ユネップの調査では南側で毎年150万ヘクタールイコール1万5000キロメートルずつ広がっていると報告されている。ところが、 地球温暖化による気候変動によって再び植生が変化しつつあり南沿部には緑化の兆候もあるというこのような近年の調査研究による予想モデルでは雨量が増加し湿順化されるとの説もあるサハラ周辺各国が一堂に会しサハラについて話し合う国際機関や協定は存在しないアフリカ連合も西サハラの独立派武装組織 ポリサリオ戦線が樹立した亡命政府サハラアラブ民主共和国が、フリカ連合前身のアフリカ統一機構に1985年に加盟したことを受けて、モロッコが同年脱退し、周辺各国が全て加盟しているわけではない。独立以後、サハラに引かれた国境線をめぐっては何度か国境紛争が起こっている。また、特にサハラに住むトアレグ人やトゥブ人などが、 中央政府に対して反乱を起こすことも多く、政情は安定していない。1960年のアフリカの年にほとんどの国家が独立した後、最初にサハラで混乱が起きたのはチャドであった。フランソワ・トンバルバイ大統領を率いる南部の黒人中心の政権に対して1965年に北部イスラム系住民が反乱を起こし、 断続的に1990年まで内戦が続いた。この内戦には北のリビアが介入し、1973年にはリビアが領有権を主張していたチャド北部の青蔵地帯を占領下に置いた。さらにリビアは内戦への介入を強め、一戦ハブレとグク,クーニウェディを交互に支援して何度か首都、ジャメナまで進行した。しかし1986年には、 ハブレ政権がリビアと対立を深め、リビアはチャドに侵攻。これに対しチャドは反撃し、1987年のトヨタ戦争においてテクニカルを駆使して、リビアの戦車部隊を壊滅させ、青像を奪回。1994年の国際司法裁判所の判決によってこの地域はチャド領と裁定され、リビアも撤退した。ついで紛争が起こったのは、 サハラ生誕のスペイン領サハラにおいてである。この地域には、モロッコとモーリタニアが、領有権を主張していたが、1975年11月に、モロッコが、緑の行進と呼ばれる大、デンストレーションを行って、スペインに活動を同意させ、同地域は、北の3分の2をモロッコが、南の3分の1をモーリタニアが支配することになった。これに対し西サハラの武装勢力である。 ポリサリオ戦線が激しく反発し、サハラアラブ民主共和国の建国を戦するとともに、この地域でゲディラ戦を展開、特に弱体なモーリタニア軍に対して圧力をかけた。モーリタニアは1976年6月には首都ネワクショットにも侵攻され、さらに西サハラとの国境線上にあるフデリックの鉄鋼山に甚大な被害を受け、この被害に耐えかねたモーリタニアは、 ポリサリオ戦線と和平を結び、1979年には、この地域の領有権を放棄する。しかし同時に、モロッコ軍が放棄された南部にも侵攻して支配下に、納め、南部諸州として、実行支配下に置いた。この状態を解決するため国際連合が仲裁に入り、1991年には解決計画が、両者間にて合意が成立し、住民投票によって、 貴族の意思を問うことが決定され、停戦が成立した。同時に、この停戦を監視する、国際連合西ハ原住民投票ミッション、ミナーソの平和維持軍も設立された。しかし、投票資格をめぐって、両社間は対立し、停戦は継続しているものの投票は、無期延期となったままである。現在では、モロッコ軍は、内陸部の無人地域との間に、 砂の壁と呼ばれる壁を築いて海岸沿いの有人地域を制圧しており、西サハラ川は壁の外側を支配している。1990年代に入ると、気候の乾燥化による経済の悪化や中央政府の腐敗などに反対して、マリやニジェール北部に居住するドゥアレグ寺院が反乱を起こすようになった。この反乱はすぐに中央政府と和平が結ばれたが、 2012年には、マリ北部で反乱が再燃。北部を完全に掌握し、アザワドとして独立を宣言した。21世紀に入ると、イスラームマグリブのアルカアイダ機構、悪夢の勢力拡大に対抗するため、対テロ戦争の一環として2007年により、トランスサハラにおける普及の自由作戦が開始された。サハラ砂漠周辺への人類の定住は古く、 50万年前に遡る。石碑などの出土品からは、当初この地帯は、湿潤な気候で、野牛などの飼料が行われたことが伺われる。アフリカ沿岸の航路が開拓されるまでは、サハラ砂漠内にはいくつかの重要な通称路が存在した。考古学的にも、サハラ周辺と他の地域との交易が、有史以前から行われたことが明らかにされていい。 アルジェリア南東部のタッシリナジェールやニジェール北部のアイル山地、リビア西部のタドラルとアカクスなどでは洞窟壁画が発見され、その移り変わりによってサハラの気候変化とそれに伴う人々の生活の変化がわかる重要な資料となっている。この頃から地中海沿岸には都市国家が栄えるようになった。中でも有力なものは地中海に面する。 キニアジ人の植民地を元とする都市国家カルタゴであり、紀元前8世紀頃から紀元前3世紀頃にかけて繁栄した。共和制ローマによってカルタゴが滅ぼされると、これらの地域はローマの勢力下に収められ、アフリカなどいくつかの属州に分割された。しかしこれら諸国の支配は海岸部に限られ、サハラ砂漠内に及ぶことはなかった。紀元前20年には、 ローマ帝国軍がフェザーンに攻め込んでガラマンテスの首都ガラマを占領しているが、高級的に領土化することはなかった。サハラ砂漠内の諸民族で、最も早く文献に登場するのは、ドゥアレグ人の先祖である、ガラマンテス人である。これは、現在のフェザーンに本拠を置いた民族で、紀元前5世紀頃から5世紀頃まで栄えた。ガラマンテス人は馬車を使用し、 結挙する黒人を買ったとされる。この時代の馬車の絵がトリポリからガオまで、またアルジェリア南部からセネガル方面までの2ルートで砂漠を縦断するように発見されており、砂漠の縦断ルートはすでに形成されていたことが伺える。しかし、馬車の絵は常に戦闘状態にて描かれ、また、サハラの南北双方において、サハラを越えた先の物品の出土がないことから、 この時代には、サハラを越えての通称はまだ行われていなかったと押されている。サハラの歴史に重大な転機が訪れるのは三世紀頃である。この頃サハラにラクダが普及し始め、馬に比べてはるかに砂漠に強いラクダの使用によって、砂漠越えの通称が再三に合うようになったである。この頃からサハラに居住する民族によって、サハラ交易が徐々に拡大していった。 やがて、ローマ帝国が衰えると、四百二十九年頃に、バンダル人が、イベリア半島経由で、北アフリカに侵入し、バンダル王国を築いた。バンダル王国は後に五百三十二年頃に、東ローマ帝国によって、再び征服された。六百四十七年頃に、イスラム帝国が、北アフリカを征服すると、サハラ交易は、さらに盛んになっていった。 北アフリカにおけるイスラム教の流星とアラブ人の進出とともに、砂漠に住むベルベル人たちもハワーリジュ派のイスラム教を受け入れ、サハラ砂漠は徐々にイスラム教化されていった。この頃、砂漠の南のサヘル地帯にも西アフリカ最初の黒人帝国であるガー王国が成立し、サハラ交易、特に塩と金の交易に基盤を置いて繁栄した。サハラ交易の基盤は、 北の塩と南の金の交換にあった。北の塩床から塩を切り出して、砂漠を越えて南へ運び、サヘルの黒人王国まで運んでいく。黒人王国はこの塩をさらに南、セネガル川やニジェール川最上流の山金地帯まで運んでいき、ここで金と交換して自国へ戻り、この金を北の商人に渡す。この流れは16世紀に、 ポルトガル人が海岸地方に来航するまで、サハラ公益の基本システムとなった。1040年、ベルベル系の砂漠の遊牧民サンハージャ族の間で、イスラム教の改革運動が起き、1056年、この教団がムラビト町を建国した。ムラビト町は、サハラを北進して、サハラ公益の位置中心であったシジルマサを抑え、モロッコ、さらには、 スペイン南部を占領する一方、南のガーナ王国に対して1061年頃、ジハードを戦し、1076年に、これを滅ぼして、サハラ砂漠の南北にまたがって、領土を持つ、最初の国家となった。1087年にはガーナが再独立したものの、往年の力はなく、やがて13世紀に入るとその南のマリ帝国が、力を持つようになり、西アフリカの覇者となった。 マリは、ニジェール川流域を支配下に置き、やはり、サハラ公益によって栄え、マンサムウーサ王が、サハラ砂漠を越えて、メッカへと巡礼に向かうなどしたが、15世紀には、衰えた。マリの後に、西アフリカを支配したのは、損害帝国である。14世紀に強大となった、この王朝は、サハラ中央部のテガザ遠行を支配下に置き、 塩と金の双方を支配下に置くことで反映した。しかし、16世紀末に、テガザエンコの支配権をめぐって、北のモロッコのサード町と紛争を起こし、1592年にサード町の遠征軍によって滅ぼされた。これによって、サード町も、サハラの南北にまたがって、領土を持つこととなったが、サード町本国の内乱によって、この支配はわずか22年で終了する。 この後も、ニジェール川流域に到着した、モロッコ系皇族によって、モロッコの名目上の支配は続くものの、西アフリカの統一も、サハラの南北統一も二度となされることはなく、サハラの西側を通る交易ルートは徐々に衰退していく。これに代わって、すでに十五世紀に、エジプトのマムルーク町の勃興と共に復活していた、サハラの中央部を通る交易ルートが流星に向かった。 このルートは南に近郊を持たなかったため発達が遅れていたが北の馬と南の奴隷を柱とする交易で栄えるようになった。この交易ルートを抑えていたのがチャド湖を中心に栄えたカネムボルヌ帝国とその西にあるハウサ小王国である。カネムボルヌは16世紀、イドリスはローマ王の下でチャド北部、さらにはフェザーンまでを支配下に置き、 サハラ中央部まで進出して交易ルートを握った。この頃オスマン帝国がサハラ砂漠に隣接する北地中海沿岸を半島に収めており、サハラ砂漠交易ルートは未だに流盛していた。しかし、大航海時代とともに西ヨーロッパ各国がアフリカ大陸の海岸部に進出してきた。ヨーロッパ諸国はギニア湾岸に交易地を多く建設していき、 これに伴って海岸へと向かう交易ルートが新たに開発されるようになった。中央部や東部のサハラ交易はまだ影響を受けなかったが、西部の交易は次第に海岸部向けのものが主流になってい、アシャンティ王国やダホメ王国などの海岸に近い国家が新たに交易によって繁栄するようになり、内陸は徐々に錆びれていった。それでも東部の交易は続いており、 18世紀には、トリポリのカラマンリーアがフェザー案を征服して、サハラ中央部にまで支配を伸ばすなどしている。しかし19世紀後半、交易が完全に、回路中心となり、さらに、ヨーロッパの列強諸国がサハラに進出して、サハラが国境線によって、完全に分断されるとともに交易ルートも切断され、サハラ交易はここに終焉した。サハラ砂漠に、 積極的に進出したのはフランスで、北のアルジェリアからサハラを南下するルートと西のダカールからサヘルを精神し、そこから北上するルートで攻略を進め、20世紀初頭にはサハラ砂漠の大部分がフランス領となった。その他、海岸部の西サハラをスペインが、エジプトとスーダンをイギリスがそれぞれ支配し、1912年には移動戦争の結果をスマン帝国からリビアをイタリアが、 奪取し、残るモロッコ王国も同年フェス条約によって、フランスの保護領とされて、サハラ砂漠はすべて欧米列強によって分割され、こととなった。第二次世界大戦後は、独立が進み、1960年のアフリカの年に、旧フランス領諸国が一気に独立を果たして、さらに1962年にアルジェリアが独立することでこの地域は、 西サハラを除いてすべて毒を達成することとなった。サハラ砂漠を南北に縦断するルートは何本か存在するが、一般的な自動車が、走破可能な道路を選び、かつ、給油の便を考えると、わずか三本ほどに絞られる。モロッコのマラケシュから、大西洋沿岸を、西サハラのアユン、ダクラ、モーリタニアのヌアギブーを通って、ヌアクショットへ至るもの、アルジェリアのベシャールや、 アバドラから南下してマリガオに至る者、ある字からタマンダセット、ニジェールのアーリットを通ってアガデスへと抜ける者などである。しかしどのルートも国境付近には道路らしい道路はなく、前の車の輪だちを目印に走ることとなる。車両の故障が命取りとなり、多くの犠牲者を出す例もある。しかし二十一世紀に入り、ヌアディブーからヌアクショットの道路が舗装されて、 大西洋沿岸のルートはほぼ舗装が完了し、サハラ発の中間舗装道路となった。なお、サハラを横断する道路は一本も存在しない。また中間路は、サハラ以南の経済難民が砂漠を縦断して、欧州を目指す経路にもなっている。ただし悪質な密航業者により、砂漠内で難民が行きされるケースもあり、死者も発生している。 1979年から2007年までの間は、パリから出発して、セネガルのダカールまでの約1万2 0 0 0トルを走破する、世界有数のラリーレード競技であるパリダカルラリーのメインコースとなっていたが、テロや強盗に遭うことが少なくなく、2008年には治安の悪化によって、レース自体が中止に追い込まれた。これを受けて、2009年度からは、 ダカールラリーアルゼンティーナチリペルーと中えて南アメリカ大陸でレースが行われることとなりサハラでの競技は行われなくなった鉄道はほとんど存在しないがモーリタニア北端を走るモーリタニア鉄道は例外であるこの鉄道はサハラ砂漠の中にあるズエラットと大西洋岸のヌアディブーの間を結ぶ 717km の鉄道で前線が 砂漠の中を走る。ズエラット近郊のフデリックの鉄鉱石をヌアディブー、港まで運ぶための鉄道であり、鉄鉱石を積んだ貨車の列は全長 3km にも及び、世界一長い列車として知られる。旅客専用列車はないが、この貨物列車の最後尾に客車が連結されており、混合列車、旅客の利用もできる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。